フルコンタクト空手は、空手の形式の一つで、直接打撃性の組手競技や、直接打撃性の稽古体系を採用している会派や、団体のことである。日本では、極真会館に代表されるグローブ、防具なしの直接打撃性空手を指す場合が多いが、講義では、防具付き空手を含む。組手競技ルールとしてはもともと寸止め空手や、フルコンタクト空手よりも歴史が古く、 カラテ界で最初の全国大会である全国空手道選手権大会も防具付きルールで行われていた。アメリカ合衆国では1970年代に設立されたプロカラテ協会や世界キックボクシング協会などボクシンググローブ着用のアメリカンキックボクシングを指す。ベニーユキーでラが初来日した1977年の日本では アメリカンキックボクシングをマーシャルアーツという名で紹介していた時期もあった。雪イでの著書にも実践フルコンタクト空手と使用され、アメリカでは一般的であったポイント制のライトコンタクトルールとの対義語的な意味も持っていた。かつて副賞堂から月刊フルコンタクト空手という雑誌が発行されており、この雑誌は講義にフルコンタクト空手を捉え、極神的スタイルだけでなく、 真空手、キックボクシングなども取材していた。沖縄では、琉球王国時代から、那覇の遊郭、辻町で掛け試しと呼ばれるの試合が行われていた。掛け試しはしばしば辻切りのように解説され、実際そのような問答無用の勝負も、確かにあったが、一般には、立ち合い人を伴い、ルールに則っ,った、顔面、急所への政権勘でありの、 もしくはライトコンタクトによる組手試合であった。日が暮れると、超鎮を掲げて試合を行い、ある程度勝負がつくと、立ち会い人が試合を中止させた。試合後は、公表を行い、それぞれの技や、熟練度について、立ち会い人も含めて、お互いにアドバイスをしたのである。掛け試しの実践者は無敗を誇った、本部、朝本が有名だが、矢部の道、木安とものりなど、 当時の大山掛け試しを行って、組手技術の向上を目指していた。ただし、後述する大山松達らによるフルコンタクトイコール直接打撃性とは全く異なるものである。東大の防具付き空手試合。先駆的試みだったが、制度として定着せず、短命に終わった。空手が本土に伝えられた時、この伝統は一旦途切れるが、これは、 船越義一員が自由組手や組手試合を否定したことが直接の原因である。船越が空手の試合化を否定した動機は不明だが、初期の皇帝であった大塚博則や小西安弘によると、船越は当初15の方を持参して上京したが、組手はほとんど知らなかったという。このため初期の本土空手は型の稽古が中心で、組手はほとんど行われていなかったのである。 しかし、日本武術では、当時すでに柔道や剣道などで試合が行われており、空手に試合がないというのは、本土の空手修行者にとっては理解しがたいことであった。このため、昭和2年、東京帝国大学の当主研究会が独自に、防具付き空手を考案し、空手の試合を行うようになった。これを主導したのは、某秀浦であったが、これに激怒した船越は昭和4年、 東大師範を辞任する事態にまで発展した。この五数年間、東大は師範のいない暗黒時代が続き、この時、一旦空手の試合かの目は立たれたのである。本土では他に、マブニケンはや山口高原なども、独自に防具付き空手を研究していたが、制度として定着するまでには至らなかった。いずれにしろ、戦前の空手家たちが目指したのは、防具着用による、 直接打撃性空手であった、連部会の組手。現在は、ストロングマンを着用している。戦後、防具付き空手は、当時球団下に所在した全日本空手道、連盟連部会の前身、半竹士館で復活する。半竹士館は、東山広志県の皇帝らによる無流派主義の道場であったが、組手稽古に、剣道の防具を用いた。これは、当時、 武道禁止令によって剣道が禁止されていたため、剣道の防具が余っていたからである。昭和21年、半竹士館は、剣道の防具を改良したカラテクターという防具を開発し、早くも全国空手道選手権大会を開催した。この半竹士館の防具付きカラテを主導したのは、戦後のカラテ言論会をリードした、金城博士であった。半武士館には、 大山マスタツもよく顔を出して薪藁などをついていたが、この時、大戦は防具付き空手にあまり関心を示さなかったと言われる。一方、ハン・タケの防具付き空手とは別に、グローブ着用による直接打撃性の空手試合の実現を目指す空手家がいた。本部、朝本の皇帝で日本憲法空手道の回祖、山田達夫である。山田は、 昭和30年頃からグローブ着用による組手の稽古をはじめアマチュアボクシングの試合にも門弟を参加させていた。また、これより前の昭和26年頃から大山増達や森上之スケもモで稽古に訪れ山田の実践空手を吸収していった。昭和34年11月、山田は新スポーツ空手ボクシングの構想を明らかにし、 フルコンタクトによる空手の試合化実現を目指すと発表した。また、この頃、無衛隊の選手を招聘して、無衛隊の研究も始めた。また、後にキックボクシングを誕生させる、野口治とも、この頃進行を結んでいる。昭和37年、山田は、高楽園ホールにて、第一回空手競技会を開催した。これは、後のフルコンタクト空手誕生につながる。 画期的な試みであったが、当時の空手界からは目殺され、新聞記事でも殴る蹴る気度め面、正当派、歌う空手競技会などと酷評された。山田の早すぎた試みは結局挫折に終わり、昭和42年、山田は志半ばで死去する。しかし、山田の舞田た手話、一方は野口治によるキックボクシングの誕生、他方は、 大山マスタツによるフルコンタクト空手の誕生へと受け継がれていくことになる。大山マスタツが始めたフルコンタクト空手はしばしば空手界からは異端視され、また本人もそのような受け取られ方をある種肯定していた側面はあるが、実際にはその起源は大山マスタツが所属していたつ重流にある。山口豪言や総安柱らが率いた本土の片柔流は 戦前から独自に、チョッパーと呼ばれる防具付き空手を、戦後は、当て止めというライトコンタクト空手を実践していた。片柔流は後に寸止めルールに移行するが、大戦が学んでいた頃の片柔流は、防具付き空手もしくはライトコンタクトによる空手だったのである。大戦は、その後、山田達夫や森良之助との進行を通じて、ますます直接打撃性空手の実現へと傾斜して、 行くが、そもそも彼の空手修行の出発点からして、当てる空手は、当たり前だったのである。大戦は、昭和31年、東京池袋に、大戦道場を開設した。当初は、片山流所属であったが、この当時からすでに、フルコンタクトによる組手練習を行っていた。後に、ルール上の対立から田元を分かち、昭和39年、大戦は、正式に、 国際空手道連盟、極新会館を立ち上げる。昭和44年9月には、直接打撃制による第1回オープントーナメント、全日本から手動選手権大会を開催した。発足当初は、町道場規模であったが、昭和46年から大戦を、主人公にした漫画、空手馬鹿一台の連載が始まると、爆発的なブームが起こり、 極神会館は急成長を遂げていく。極神空手の成功は漫画人気によるところが大であるが、それ以外にも大戦の精力的な執筆活動、メディアを通じての宣伝など、空手家としては異例の自己プロデュース力を持っていた。こうして戦前から再三挫折を余儀なくされてきた直接打撃性空手は、極神会館が初めて体系化に成功し、 社会的認知を得たのである。2013年3月に発起人である、新曲新会の緑健治と弱保の渡辺正彦の呼びかけで新曲新会、極新連合会、あわら会館、弱保、フルコンタクト委員会所属道場を中心に219、流派団体が集まり、全日本フルコンタクトから手道連盟が発足した。いわゆる極新ルールを採用する、 フルコンタクト空手諸団体の統括組織と位置づけられ、フルコンタクト空手のオリンピック種目化を目標に掲げる。2014年5月には、第1回全日本フルコンタクト空手道同選手権大会を開催した。米海兵隊沖縄普天間飛行場でのフルコンタクト空手大会。テコンドーの防具をしているが、現在、日本でよく知られているスタイル。極神会館と、 その分派の多くに代表される主義による顔面攻撃以外の直接打撃性ルールを採用する会派のことを指す。しかし近年では国際 FSA 県和ンや極新官など一部の試合で主義による顔面への直接打撃を認める会派も増えている。また最近は幼年部、少年部、壮年部の人口が増加しているため上級者以外では ヘッドギアやサポーターをつけることが多くなっている。極真会館の分派以外には、伝統派からっての分派や、少林寺憲法の分派である、白蓮会館、日本伝憲法の流れを組む秋広塾、国際 FSA 憲魔館などがある。打撃のみならず、投げ技や寝技なども取り入れ、いわゆる総合格闘技に近い形での試合を行う、会派を指す。代表的な会派は、新武官、 空道の文化である空手道全道会などフルコンタクト空手の元々の意味はアメリカで始められたキックボクシング的なプロ空手のことであるボクシングとの差異を図るため1ラウンドにハイキックを8本以上蹴らなくてはならないルールが特徴的参加選手の出身流派は沖縄や日本の空手初流派だけでなく韓国のテコンドーやアメリカなど 欧米諸国で誕生した新交流派の出身者も多い。現在はキックボクシングの一種としてフルコンタクトキックボクシングという呼び名で競技として成熟しつつある。日本で行われているグローブカラテは1974年にアメリカで創立されたプロカラテ協会の流れを組んでいる。試合形式は選手にボクシンググローブと足パッドを着用させ、 1R につき8回以上腰から上の蹴り技を出させるルールを採用していた。この規定の回数以上の蹴り技を出させるルールは真空手にも引き継がれた。なお、拳サポーターや防具を用いてフルに打ち合う形式は防具付き空手の初団体では第二次世界大戦以前から行われていた。極真空手に代表されるフルコンタクトスタイルに加えて 相手が防御できない状態で正確な蹴りが入った場合、ダメージの大きさに関わらず技術点としてポイントを与え、技術的優劣を明確にするポイントコルールで試合をする会派である。胸部への突きとローキックを主体とするスタイルを改め、伝統空手のスピードとフルコンタクト空手の破壊力を取り入れている。主な会派として、砂糖樹形や冠水流空手などがある。 マブニ県は、中曽根県は、工房憲法、空手道入門収録のマブニ県栄え、空手道入門、海外213ページ参照。本部憲法の技術体系、空手道収録の寄稿文、大塚博則、名称塾前後の55ページ、並びに、小西康弘、琉球刀手術の選達者の58、59ページを参照。義馬親金 藤原良さん、対談、近代、空手道の歴史を語る147ページ参照。三木に三郎、高田水穂、憲法解説収録の近所を広し、解説、憲法解説復刻をめぐって265ページ、参照。フルコンタクトからって1994年5月五収録の、古行の達人、山田達夫と、日本憲法空手道27ページ参照。 全日本から手動5 0回最高師範、山口武史インタビューその2、ガッツスーファイト2006年12月29日、小島和志、塚本義子、大山マスタツ青年366、534ページ、参照。ファイト、いいファイト。空手、五輪種目会向けて219流派団体が、大同団結。2013年3月18日閲覧。 トースポウェブ、カラテゴリン入りへ、大きな一歩。フルコンツの統一大会大成功。2014年5月19日閲覧。ジョン・コーコランとエミール・ファルカシュの著作、ザ・オリジナル・マーシャル・アーツ・エンサイクロペディア、トラディション・ヒストリー・パイオニアーズを参照。アメリカ空手界歴史研究家、ジェリー・ビーズリーの著作、マスタリング・カラテを参照。ありがとうございます。